在、日本が開発している F2 戦闘機の後継機となる予定の第6世代戦闘機次期戦闘機だけど、この次期戦闘機で運用する予定の無人戦闘機も同時に開発が進んでいるよ。無人戦闘機ってかっこいいよね。近代的で、すごくそそられるよ。無人戦闘機は、簿記に随伴し、AI による自律飛行が可能であるとされているからな。しかしながら、それでも無人機に対して指示を出す必要はあるため、現状では次期戦闘機は、無人機操作のために複座式となるのか、すべてを高度に自動化して短座化するのかまでは決まってはいないみたいだぜ。そうだね。さて今回は、そんな次期戦闘機用無人機を開発中であることについて、解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。次世代の第6世代戦闘機は、西側先進国を中心に世界各国で開発が進んでいるんだけど、現在のところの第6世代戦闘機のコンセプトの一つとしては、簿記となる戦闘機に無人機が随伴し、簿記は無人機と共同で戦闘行動を行うことにより、より作戦の幅を広げつつ、簿記の生存性を向上させようとしているんだ。日本でも次期戦闘機として第6世代戦闘機の開発が2021年より本格的に開始されているけど、3代目の国産戦闘機として F3 とも呼ばれており、無人機についても2021年に実証機の開発関係費の予算が計上されているよ。フルスケールでの開発が進められることになり、次期戦闘機と同様、2035年頃に配備される予定となっているよ。現在は、自衛隊の作戦及び任務の遂行に応じたミッションシステムや、インテグレーション技術の研究開発及び各種武器を統合する、火器管制システムなどの研究開発を進めている状況らしい。また、現在開発中の無人機は、前述のミッションシステムやインテグレーションとの、緊密な連携とそれに対応した自律飛行制御技術の開発が求められており、簿記のパイロットが移行制御せずとも自律飛行を行い、所定の任務遂行が可能なレベルの無人機開発を行っているようだな。将来的には、敵対勢力の人間を無人機が、自動的に攻撃するような戦場になっていきそうだね。そうだね。そして、現在無人機に求められているものは、簿記のパイロットの生存性を高める高度な自律飛行及び作戦遂行能力、有人機では不可能な高機動性、人間の搭乗が不要であるため、機体内部容積を兵器及び燃料に割り当てることによる、兵器搭載量及び燃料搭載量の増大と機体凹凸の削減によるステルス性の向上だよ。コストパフォーマンスについても、有人機に比べて、パイロットの搭乗スペースや操縦機器を削減できるんだ。そして、最悪撃墜されてもパイロットの損耗を防ぐことができるので、兵装を使い果たした場合でも機体を敵機や敵艦船に特攻させて攻撃することすらできるってわけ。もちろん、無人機といえども非常に高価な装備だから、簡単に使い捨てることはできないけど、パイロットという非常に貴重な人材を無意に損耗しなくてよくなるというのは、非常にコストパフォーマンスが良いと言えるよね。防衛省は、無人機に関して以前より強い関心を示しており、実は1995年より無人機の基礎技術の研究を開始しているんだ。そして、2004年には本格的な無人機の開発費用として3億円の予算を計上し、最終的には開発経費103億円で4機を生産。2009年より航空自衛隊にて国産無人機の配備を行っているみたい。この無人機は、搭載簿記の F15 から空中にて射出され、あらかじめ決められたルートを偵察飛行し、自動で定められた基地に着陸するというものとなっているよ。そのため、攻撃任務に使用することはできず、米軍のグローバルホークに代表される無人機に用に地上基地から遠隔操縦できるわけでも、長時間の飛行が可能なわけでもないんだけど、戦闘機から無人機を射出して運用するというコンセプトは、現在開発中の無人機につながるところもあるとのことだよ。航空自衛隊では、米軍より導入したグローバルホークと同様に、遠隔操作できる無人機の研究も進められており、無人機開発の先進国である米軍ではグローバルホークが、有名な無人機として挙げられるんだけど、この他にも現在米軍にて開発が進められている、XQ-58A バルキリーと呼ばれる機体があるんだ。このバルキリーという無人機を開発した企業は、米国の軍需産業の中ではほぼ無名と言っても良い企業であり、その名をクラスト社というよ。バルキリーは、機体に搭載された AI によって、亜音速飛行による長距離自律飛行が可能となっているんだって。この機体は、2019年3月に初飛行しており、2021年3月には試験飛行も6回に達し、6回目の試験飛行では、バルキリーに内蔵したウェポンベイより、小型ドローンを射出する実験にも成功しているんだ。
これにより、無人機で無人機を運用することが可能であることが実証されたことになり、無人機の可能性をさらに大きく広げるものとなったぜ。ヴァルキリーに搭載されていた小型ドローンは、アルテウス600と呼ばれており、米空軍研究所が現在提唱している低コスト消耗型航空機技術の一環として開発が進められたもので、高度な電子戦及び電波情報の傍受などの任務を遂行することができる機体となっているみたい。そして、米空軍では2019年よりスカイボーグ計画と呼ばれる、自律型無人システムの実戦配備を目指すプロジェクトを進めており、これにより、組織化した無人航空機群を運用することにより、紛争地域への迅速な展開及び敵戦力への効果的な攻撃と進行阻止を、比較的低コストに行うことが可能になるとしているんだ。一方、日本における無人機開発については、防衛省は偵察機や戦闘機等の広範な機種による、無人機の運用を想定しており、最新のデジタルモックアップ技術を活用して、さらなる研究スピードの向上が図られているようだぜ。そのような中で、今回の次期戦闘機とともに運用する予定の無人機については、これまでの日本の無人機研究開発の成果の一つであるとも言われているな。防衛装備供給技術研究本部では、2016年8月に将来の無人機に関する研究ビジョンを公表しており、その内容としては航空無人機の研究開発を中心としていたんだけど、2019年以降からは第3分類無人技術検証と呼ばれるフェーズに移行しており、遠距離見通し外運用型の無人機技術の検証を行っているところとなっているようだね。この後、第4分類無人技術検証にて、戦闘型無人機の研究開発も進められていて、これでは、第3分類無人技術検証にて行っている検証のほか、近距離見通し内運用型、特殊飛行型及び携帯型、ドローンなども候補とされているんだ。現在、これらの研究を基礎としつつ、現状に即して適時研究内容に柔軟性を持たせつつ、無人機の研究開発が進行しているってわけ。また、単にドローンと呼ばれるものでも、用途によって様々な大きさや型式があるぜ。日本が開発しているのは、どんな無人機なの？防衛省で現在開発が進められている次期戦闘機と連携運用する無人機の種類は、近距離見通し外での運用型でありかつ、携帯型無人機とでも言うべきものであるように思われるんだ。これらの無人機開発及び運用思想は、現在の世界の潮流でもあるんだけど、日本においては F-15 イーグル戦闘機の最近代化改修計画が予定通り進んでいない現状では、第6世代戦闘機の開発及び無人機開発に注力していくのは、日本の防衛力整備においては当然の対応であると思われるね。世界各国においても無人機開発に力を入れており、米国においては、2021年2月に米国防高等研究計画局から、ロングショット開発計画と呼ばれる無人機開発計画を発表しているよ。そして、米国内3社に対し、空対空ミサイルによる敵機の迎撃を可能とする、ドローンの設計プランの提出を求めており、このドローンは、母機となる有人機を護衛し、有人機パイロットの生存性確保につながるものとされているんだ。2022年現在、世界はロシアによるウクライナ侵攻によって軍事的な緊張感が大きく高まっているよね。そのような中、米ロは第6世代だけではなく、第5世代や第 4.5 世代戦闘機への無人機運用能力の付与、検討していると専門家の間で囁かれているってわけ。このような米ロの動きに対して、日本は防衛予算の制約もあり、研究開発が遅れていると言わざるを得ない状況ではあるんだけど、今後、航空戦力の無人化は避けては通れない重要な案件であると言わざるを得ないんだ。日本に大きな軍事的圧力を加えている中国は第6世代戦闘機の開発よりも、無人戦闘機の研究開発に力を入れていると言われており、ロシアのウクライナ侵略において、ウクライナ側は無人機によって、ロシア軍部隊に効果的な打撃を与えているとメディアを通して報じられているからね。現在の無人機開発の進捗状況によっては、将来の日本の防空体制、航空優勢の確保に甚大な影響を及ぼすことはほぼ間違いないよな。日本は現在、限られた防衛予算を様々な研究開発に分散して投資しているけど、無人機開発という今後の日本の防衛環境に大きく影響する分野に関しては、分散した防衛予算の選択と集中を行い、現在よりも無人機への研究開発予算を大幅に増額する必要があるのではないかな。さらには、今回のウクライナ侵略戦争を見たドイツは国防予算を大幅に増額し、自国の防衛能力の増強に努める方向に大きく舵を切っているしな。日本も中国という、ロシア以上の軍事大国からの軍事的圧力を受けている状況だから、
防衛予算の拡充も速やかに検討すべきだと思うな。その通りだね。日本はいつまでも平和ボケと呼ばれる状況で安穏と過ごすのではなく、自国は自国でも守れるよう努力すべき時に来ているってわけ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録、よろしくね。2022年2月25日午前に米海軍佐世保軍港へアメリカ急遽収容陸艦1番艦アメリカが入港したよ。これは、2022年1月から2月にかけて東シナ海及び西太平洋などで、実施していた日米共同訓練が終了したために母港の佐世保へ寄港したもので、これから乗員の休養と艦隊の整備や補給を行うものと思われるね。この佐世保軍港への入港の際にテルトローター機として最も有名なオスプレイを9機とヘリコプターを動き、露天軽視していたことが確認され、話題となったな。中国への牽制も少なからずあるって感じかな？そうかもしれないね。さて今回は、米海軍の強襲揚陸艦が、オスプレイを満載して佐世保へ寄港したことについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。強襲揚陸艦アメリカは、ワスプ級強襲揚陸艦 SX や、ドッグ型揚陸艦などとともに米海軍の遠征打撃群を構成する主力艦の一角を成しており、今回の日米共同訓練では、米海軍に3つ級原子力空母3番艦カール・ビンソンや、同級5番艦のエイブラハム・リンカーンを主力とする空母打撃群と、連携及び総合運用能力の向上を図るための訓練が実施され、海上自衛隊からは、ヘリコプター搭載護衛艦ヒューガやミサイル護衛艦コンゴーなどが参加しているよ。そして、今回佐世保軍港へ入港したアメリカの飛行艦パンには、沖縄の普天間基地に配置されている、米海兵隊第3海兵遠征軍第1海兵航空団第36海兵航空軍所属の、MV-22B オスプレイが露天軽視されていたみたい。通常は露天軽視せずに入港することが一般的であるため、近年、軍事的な威圧を強める中路の動向から、不測の事態に対応するために即応態勢を敷いていたのではないかと推測されているんだ。米海兵隊ではこれまでのヘリボーン作戦において、CH-46 ヘリコプターを利用していたんだけど、MV-22B オスプレイは CH-46 と比較して圧倒的に長い航続距離と移動速度を有しており、その性能は CH-46 を圧倒するものだったよ。MV-22B と CH-46 の具体的なスペック比較としては、最高速度 520km 変離及び巡航速度 490km 変離は約2倍の差があり、航続距離は CH-49 が約 700km であるところを MV-22B は約 3900km と5倍以上延伸しているぜ。兵員輸送量も CH-46 の12名から24名と倍増し、貨物搭載量も CH-46 と比べて約3倍となったってわけだ。また、MV-22B と陸上自衛隊でも導入した V-22 を含めたオスプレイシリーズ全般の機能として、装備する回転翼は主翼を90度回転して折りたたむことで胴体に収納することができ、CH-46 と比較しても船舶へ積載する際の占有スペースを少なくすることができるため、強襲揚陸艦や空母の格納庫へ CH-46 と比べて多く搭載することが可能となっているなど、MV-22B は CH-46 と比較して圧倒的優位性を持っているな。先に述べたように陸上自衛隊でも陸上運用型のオスプレイ V-22 を導入しており、2020年3月26日に新編された第1ヘリコプター弾輸送航空隊にて運用しているよ。同部隊は、2018年に新設された南西諸島などの離島防衛奪還作戦を主任務とする、水陸機動団の航空輸送手段として設立されており、V-22 は CH-47J と併用して運用されているね。このように陸上自衛隊にとっても V-22 は非常に有用な機体だけど、オスプレイがまだ試作機であった段階事故1回目1991年6月11日、事故2回目1992年7月20日で、二度の重大航空事故を引き起こしており、採用後の定率初期生産段階でも二度重大事故事故3回目2000年4月8日、2000年12月11日を起こしているんだ。そのため、水陸機動団が配備されている佐世保市の相浦駐屯地からも比較的近い立地であることから、配備先として計画されている佐賀空港へのオスプレイの配備について、佐賀空港周辺住民やその支援者が配備への反対を表明しているよ。そのため、用地取得も遅延しており、佐賀空港への配備を進められない状況となっているってわけ。それに伴い、佐賀空港への正式な配備決定までは、千葉県の木更津駐屯地へ暫定的に配備されることとなり、
旧機の V-22 オスプレイが2022年2月までに配備されることになったんだ。しかしながら、千葉県の木更津駐屯地への配備は、オスプレイに求められる水陸機動団の航空輸送任務を行うには、あまりにも距離が遠すぎるため、このままでは水陸機動団の作戦遂行能力に大きな足かせを課すことになりかねない状況となっているぜ。現状、佐賀空港へのオスプレイ配備の見通しは全く立っていない原因としては、開発段階や初期配備段階での事項マスメディアや左翼団体指揮者が、センセーショナルに報じていることが原因であり、このような諸団体個人は、オスプレイが反対というよりも、日米同盟、在日米軍、自衛隊そのものを反対であると主張しているため、防衛省とこのような諸団体等との対話は、いつまで経っても平行線をたどっているよ。そもそも、オスプレイの事故率は他のヘリコプターと比較しても特筆して高いものではなく、それはあたかもオスプレイの事故率が高いかのように誇大に報じるマスメディアは公正な主張をしている言い難く、日本の防衛環境は、中ロ北朝鮮などの外敵だけではなく、そのような内なる敵にも適切に対処しなければならないという、厳しい環境に陥っているわけだな。今回、強襲揚陸艦アメリカの飛行甲板に露天軽視しているオスプレイの姿を報じた長崎テレビ KTN のニュースの内容についても、強襲揚陸艦にオスプレイが搭載されていることに批判的な論調となっており、この情報を長崎テレビに提供した市民団体であるリムピースは、日本全国に点在する在日米軍基地の監視を行い、その動向をネット上に公開しており、まるで他国に情報を横流しするスパイのような団体となっているんだ。この団体の運営については、在日米軍基地があるごつの地方自治体の市議や元市議の5名が携わっているとされており、同団体の公式ウェブサイト上には、この5名の名前が公表されているよ。この5名の運営者は、遠藤洋一元議員元東京都福生市議会無所属議員元雑誌記者、金子時雄議員神奈川県相模原市議会議員市民民主クラブ、田村純元議員山口県岩国市議会議員無所属、早見敦史議員長崎県佐世保市議会議員社民党、山城康雄議員神奈川県横須賀市議会議員無所属と記載されており、いずれもが左翼系の活動家や左派政党の議員ってわけ、オスプレイの開発段階に発生した事故については、輸送機であるという特徴上乗員4名輸送兵員24名、1回あたりの事故の犠牲者数が多いことは事実だよ。これが、射出座席のある戦闘機であれば、事故の犠牲者は1名から2名、または0名であった可能性もあると言われているんだけど、それは搭乗員が少ないからであり、旅客機と同じように多数の人員を輸送する機体であることから、墜落時の犠牲者が多くなるのは致し方ないと言わざるを得ないんだよね。また、オスプレイが米国で量産が開始されて以降10年間に発生した4度の重大事故での犠牲者は7名とされているんだ。これは、他の機体の事故率で比較した場合でも事故率としてはむしろ低い方であり、米海兵隊の飛行時間として10万時間あたりのオスプレイの事故率は 1.93%、海兵隊が保有する全航空機の事故率は 2.45% であることから、オスプレイの事故率はそれを下回っており、むしろ相対的に安全性の高い軍用機であることが示されているってわけ。なお、民間航空会社の事故率と比較した場合、フィリピン航空は 2.47%、大韓航空は 2.58% となっており、それらの民間航空会社よりも低い値となっているんだ。このように公正に調査すればすぐに判明するようなデータが多く公開されているにもかかわらず、左派系の主張に沿う形の非常にバイアスのかかった情報ばかりが大きく報じられており、危険なオスプレイというイメージを国民に植え付け、日本の防衛を阻害している事実は、もっと広く知られるべきなんだよね。そもそも、オスプレイは米国において広く運用されている機体で、多くの実戦を経験している米軍が、任務に支障をきたすような安全性に疑義のある航空機の運用を拡大するのかって話だよな。米国は訴訟大国でもあるから、安全性に疑義のある機体を運用することで犠牲者が出た場合、米国政府は巨額の賠償責任を問われかねないぜ。だからこそ、米軍は軍で運用する航空機など兵器の安全性には十分に留意しているんだよね。さらに言えば、一例として、自衛隊が運用する重火器の製造した住友重機械工業は、その重火器の性能や耐久性のデータを改ざんしたことが公表されて大きな問題となったんだけど、その対象となる重火器は回収されずに運用が継続されているよ。そのようなことがまかり通っている自衛隊の安全審査よりも、米軍の安全審査の方が圧倒的に厳しいものが課されているということも周知されるべきだと思うんだ。実戦の機会が多い米軍は、
実戦をあまり想定していない自衛隊などより、よほど安全に対する意識は高いものがあるってことだね。そのことも含め、防衛省はオスプレイの安全性について、しっかりと国民に周知していく必要があるだろうな。ちなみに、日本は米国本土以外でオスプレイのメンテナンスを行う企業がある、数少ない国の一つだぜ。日本においてオスプレイのメンテナンスリペアオーバーホール MRO 契約を結んでいるのは、日本飛行機と呼ばれる企業であり、神奈川県大和市に所在する同社の厚木工場にて、米軍及び自衛隊のオスプレイの整備を行っているよ。国内でも重整備の環境も整っており、日本は他国と比べてもより安全にオスプレイを運用できる国でもあるってわけ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。尖閣諸島の有事リスクがどんどん高まっている最中、陸上自衛隊では1、2式地対艦誘導弾の長距離化を踏まえて、石垣島にミサイル部隊を配備することを決定したよ。これまでにも、陸上自衛隊の地対艦地対空ミサイルを有する部隊は、沖縄本島をはじめ宮古島や、鹿児島県の奄美大島にすでに配備されており、今回の石垣島を含めて南西諸島への配備は4カ所目となるな。相変わらず中国のプレッシャーは強烈だから、あらゆる方法を使って日本の領土を守ってほしいと思うよね。さて今回は皆が注目している、石垣島へのミサイル部隊配備について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。そもそも南西諸島は、鹿児島県の南方海上から沖縄県の与那国島にかけて、1200km にも及ぶ範囲に点在する島々の総称だけど、1997年頃から本格的な海洋進出を強めた中国海軍と、最前線で対峙する位置となり、緊張感が高まっているってわけ。かつての中国は、陸続きで接する旧ソ連との国境線を国防上の最大の課題として、その防衛を担う陸軍重視の政策を採用していたんだけど、ソ連崩壊に伴い方針を転換、台湾併合に向けた東方海上への進出を軍事目標としたことで、南西諸島に緊張感が高まることになったよ。南西諸島を第一列島線と名付け、自国の防衛のために、必ず死守しなくてはならない線として考えている中国のことだからな。日本の領土に勝手に線を引いて何を考えているの？という常識は中国には通用しないもんね。中国は、その第一列島線において、制空権及び制海権を確保することで、アメリカ軍の影響力を排除する方針を目標に掲げているよ。さらに中国はこの第一列島線の東側の日本の伊豆諸島から小笠原諸島、そしてグアム島、サイパン島からパプアニューギニアを結ぶ線を第二列島線と位置づけ、西太平洋地区を自分の勢力圏とする構想を打ち出しているってわけ。この二つ位の線、そしてその内側の部分で制海権を確保するために、中国は海軍の拡張をどんどん進めているんだ。空母の運用、新型戦闘機の開発、ミサイル兵器の開発、様々な手を使って、仮想敵国であるアメリカに対して強く抵抗しているわけだね。そんな中国にとって、尖閣諸島は太平洋の出入り口に当たる場所であり必ず確保しておきたい要衝ってわけなんだ。そういうこと。ここに日本やアメリカがミサイルを設置したり、空軍基地を設けてしまえば中国本土が攻撃範囲になるのはもちろん、自慢の海軍を太平洋に出撃させる際に大きな障壁になるから、かつては、周辺海域の海底に埋蔵されていると言われている豊富な石油などの、資源を目的に尖閣諸島の領有権を主張してきたと言われる中国だけど、すでに資源は自国で十分賄えるほど生産しているわけで、真の目的は対アメリカ戦争時の障害を未然に排除することが目的なのだろうと考えられ始めているよ。もし、中国の野望が達成された暁には、現状でアメリカ海軍がほぼ独占してる、太平洋やインド洋における支配権を駆逐し、2040年頃をめどにアメリカ海軍と互角以上の海軍力を保有し、世界の海を二分する勢力にまでなってしまうことが考えられるんだ。ここまで壮大な中国の海洋進出の計画を鑑みれば驚異的な速度での海軍艦艇の建造にも納得がいくんだけど、果たしてその青写真が計画通りに進行できているのかといえばそうとばかりは言い切れないみたい。中国における目標の一つ、第一列島線内の制海権の確保は2010年頃までの目標に挙げられていたんだけど、日本は海上自衛隊の潜水艦戦力の増強を行っており、ひとまず2012年には常備22隻体制を確立したことで、少なくとも東シナ周辺までの制海権を中国に許すことにはなっていないね。また、
今回取り上げる石垣島への陸上自衛隊の地対艦地対空ミサイル部隊の配備も、第一列島線内の中国軍の艦艇や航空機の作戦行動を阻害する手段のうちの一手であると言えるよ。今回、石垣島に装備されるミサイルは12式地対艦誘導弾と呼ばれるものなんだけど、12式地対艦誘導弾は、陸上自衛隊が2016年より導入を開始したもので、重装輪車両によって運用される移動式のミサイルシステム兵器で、陸上自衛隊では SSM-1 回と呼称されているんだ。最大射程距離は推定値で約 200km 弱と言われ、今ではそれほどの長射程ではないんだけど、2017年に改良型の開発にゴーサインが出され、射程距離の延長が進められることになったってわけ。改良型の開発については、2020年12月には当時の内閣と国家安全保障会議の決定によって打ち出された、新たな防衛力整備計画に際し、最優先で開発を行うべき兵器に位置づけられ、近未来の防衛システムの一翼を担うこととなったんだ。具体的には、現状で約200キロ弱の射程距離を、敵の兵器の射程距離外から攻撃が可能な形に延伸し、最初の改良では約 900km、最終的には約 1500km。これは、中国や北朝鮮が保有する短距離弾道ミサイルに匹敵する距離になるんだが、この部分まで性能を高めることを想定しているぜ。また、重装輪車両に搭載する形式以外にも、航空機への搭載による空対艦使用艦艇への搭載による艦対艦使用等、運用するプラットフォームの多層化によっていつでもどこでも発射が可能な体制を構築することで、敵国に対する抑止力として運用することを想定しているな。仮に、石垣島に配備した12式地対艦誘導弾を想定すると、すでに現在の性能でも尖閣諸島は十分防衛できるし、尖閣諸島に接近する中国軍艦艇を先制攻撃するには十分な性能を有しているね。これが射程距離を 1500km まで伸ばすと、中国本土にある敵航空基地や有力な、港湾海軍艦艇などを狙って先制攻撃が可能になるってわけ。もちろん、現行法令では先制攻撃などできないけど、基地攻撃能力について検討が進められ、その方針が正式に是となれば中国の喉元に合口を突きつけるような形になり、かなりのプレッシャーになることは事実だよね。このような状態になるまで、放置しておいたことが問題ではないかとの声も聞かれるんだが、アメリカも日本も、中国の軍拡がここまでのスピードで進むとは誰も考えていなかったんだよな。ソ連の崩壊、冷戦の終結を誰も想像していなかったように、かつて想定されていたことよりも明らかに変化のスピードが速いぜ。1980年代までは、日本の航空自衛隊が当時世界最高の制空能力を誇る F-15J イーグル戦闘機によって、尖閣諸島や南西諸島の制空権を確実に掌握していたんだけど、中国の航空戦力も充実してきた結果、もはや数的優位は中国に奪われてしまい、その差はこれからも開いていくと想定されているんだよね。現在、航空自衛隊は最新鋭の第5世代戦闘機である F-35 ライトニング2の、通常滑走路仕様の A 型を105機、短距離離陸垂直着陸が可能な、B 型42機の合計147機を調達してステルス性能による質的優位を確立する戦略をとっているけど、これでも中国の所有する戦闘機の機数には全然足りないよ。この F-35 ライトニング2のステルス性能ですら、それを探知するレーダー類が近い将来実用化されるのは確実と見られており、早ければここ5、6年で新型レーダーが実戦配備されることになれば、ステルス機による優位性を失う可能性もあるんだ。つまり、制海権と制空権を維持するためには、いかに先制攻撃を仕掛けることで、敵の戦力を前言することが必要かっていう、そういう戦略の大転換が必要なんだね。撃たれる前に敵のミサイルを破壊する、察知される前に敵のレーダー基地を破壊する、などの先制攻撃が行われなければ国防も成り立たないからな。そういう意味での基地攻撃能力なんだから、左翼系活動家の主張に惑わされることなく、しっかりとこの点は議論を深めてほしいと思うぜ。12式地対艦誘導弾頭の地対艦ミサイル部隊を、南西諸島へ配備する最大の目的は、南西諸島イコールつまり第一列島線を越えて東に進出しようとする中国海軍艦艇の行動を抑止することであり、第二列島線への到達を防ぐことにあるんだ。中国海軍が空母遼寧や空母山東に続いて航空母艦の建造を進めているのは、第二列島線内の支配力を高める狙いを持っており、第一列島線上の日本や台湾への攻撃に用いる可能性は極めて低いと言われているものの、自国の領土や領海を他国の艦艇に蹂躙されるというのは、
決して歓迎されることではないよね。アメリカにとっても日本が少しでも中国艦艇を牽制してくれればとは思うだろうが、日本としては自国の領土が侵されない限り先制攻撃はできないわけで、アメリカの事情だけでは動きが取れないのも事実だぜ。と言ってもアメリカが日本のために一緒に戦ってくれるかどうかも疑問符が残っちゃうんだよね。うんうん、尖閣諸島について日米安保条約の範囲内かどうかは明確にしていないアメリカ、施政権が及ぶ範囲において日米安保同盟は有効であるという不明瞭な回答に左右しているアメリカをどこまで信用すればいいかわからない部分はあるからね。あれほど守ると言っていたウクライナも結局はロシアの攻撃を許して戦争は長期化する様相を見せており、アメリカの優柔不断さばかりが目立つことになっているんだ。アメリカを信頼することも必要だが、アメリカが率先して動いてくれると思うのも早計、それぐらいのイメージを持っておいた方が良さそうだな。そういう意味で今回の石垣島へのミサイル部隊配備は、日本だってやるときはやるぞとアピールするには十分だし、実行力のある防衛だと思えるよね。ちなみにアメリカは装備される1-2式地対艦誘導弾に強い関心を持っていると言われているぜ。自国にない兵器でかなり性能のいいものを持っている日本の1-2式地対艦誘導弾について、その技術提供を内々に持ちかけてきたそうなんだけど、日本がどう対応したかは明確ではないんだ。だけどアメリカと日本が共同で作戦に当たらなくてはならないのは事実。お互いが都合のいいようにくっつくのではなく、覚悟を決めて共通の敵に当たる時にはしっかり当たってくれる、その確約だけは欲しいものだよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったらチャンネル登録よろしくね。2022年2月24日に発生したロシアによるウクライナ侵攻は後世に大きく語り継がれるほどの出来事になっちゃったね。ああ、当初の予想を裏切り、ウクライナ軍の士気の高さ、西側諸国のウクライナへの武器供与等とロシア軍の作戦の稚拙さにより、ロシア軍はウクライナ軍に対して苦戦を強いられる状況が続いているようだな。うんうん、そのような戦況の中、ロシア軍は2月24日から4月2日までの間に143機にも上る軍用機が撃墜されたと推測されているね。さて今回は、そんなロシア軍の被害状況や、今後の戦局の行方について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。撃墜されたと確認された機種としては、スホイ25攻撃機、スホイ30SM 多用途戦闘機、スホイ34攻撃機、アントノフ26輸送機などが挙げられるよ。そして、その中でもウクライナ空軍のエースパイロット、通称キエフの幽霊と呼ばれるミグ29パイロットが、ロシア航空宇宙軍が2014年より運用を開始した最新鋭のスホイ35を2機撃墜したとして話題になっていたんだけど、これまでは残骸が発見されておらず、その信憑性には疑問が持たれていたんだ。しかし、2022年4月3日に SNS 上にウクライナ領内において撃墜され墜落したとされる、スホイ35の残骸の写真が公開され話題となっているみたい。それは、ウクライナのハリキウ近郊のイジェームと呼ばれる場所で撮影された写真とされ、燃え残った主翼が映っており、その形状から墜落したスホイ35であることは間違いないとされているんだって。このスホイ35を操縦していたパイロットは、脱出した後にウクライナ軍に拘束されたとの情報もあるんだけど、その詳細は不明となっているね。このスホイ35は、ロシア航空宇宙軍が開発を進めているスホイ57ステルス戦闘機の1世代前の戦闘機にあたり、ロシアが第 4.5 世代ジェット戦闘機以上の性能を有するとして第 4++ 世代と独自に分類する戦闘機だな。米国の F-15E ストライクイーグル、F-16V ファイティングファルコン、FA-18EF スーパーホーネットや中国の J-10、J-16、欧州のユーロファイタータイフーン、ダッソーラファールなどと同等か、それ以上の実力を有するとされているぜ。スホイ35のスペックについて詳しく、スホイ35は、スホイ27フランカーを原型機としており、全長 21.9 メートル、翼幅 15.3 メートル、全高 5.9 メートル、重量 17,500 キログラム、最大離陸重量 34,500 キログラムとされ、最高速度マッハ 2.25、航続距離は 3600 キロメートル、最大高度 18,000 メートルのカタログスペックを有しているよ。兵装は、胴体内にグッシュ 31-30mm 機関砲と翼と胴体下に12機のハードスポットがあり、RVVBD 空対空ミサイル最大射程 200km、F-59MK 空対艦ミサイル最大射程 285km のほか、機体形状については、原型機であるスホイ27フランカーと似通った面が多いものの、ステルス性を高めるためにカナード翼は廃止されており、エンジンについても新型で高出力な AL-41 フルズ 117S と呼ばれるモデルを採用し、水力変更ノズルも装備しているんだって。
これにより、従来機と比較して大幅に旋回性能等の機動力が向上しており、旧東側諸国のエンジン特有の耐久性の低さも改善し、高い耐久性によるエンジン交換の頻度低減と高いコストパフォーマンスを有する機体となっているんだ。また、搭載する電子機器もロシア航空宇宙軍所属の戦闘機の中では最高水準となっているな。レーダーについては、パッシブ式のスキャンドアレイレーダー N35 アーバイズを搭載しており、最大探知距離は 400km 以上、同時探知数は30以上、そのうち8つの目標を同時に追尾可能となっているぜ。さらに高度なデータリンクシステムにより、レーダーデータ情報を捕獲機や地上施設などなどと共有することが可能で、複数の機体や部隊との有機的な連携運用を可能としているらしい。このスホイ35は、2008年2月に初飛行を行い、2014年より運用を開始。2020年時点で90機以上の機体が配備されており、戦闘機としての任務はもとより、広大な国土に比して早期警戒機の配備が少ないロシア航空宇宙軍にあって、その強力なレーダーと長い航続距離により、早期警戒管制機的な任務も行える貴重な存在となっているんだって。スホイ35は強力なレーダーと長い航続力、高い機動性と大きな兵器搭載量とマルチロール機として運用可能な多様な兵器の運用能力を有していることから、ロシア航空宇宙軍ではスホイ57をはじめとする第5世代戦闘機の配備が進むまでの間、主力戦闘機として運用される見通しとなっているね。このような強力な戦闘機をウクライナ空軍と比較して多数保有しているロシア航空宇宙軍は、開戦前まではその大きな戦力差から、開戦した場合はすぐにロシアがウクライナの制空権を確保し、地上軍が速やかにウクライナの首都キーウをはじめとするウクライナの主要地域を制圧するものと思われていたんだ。事実、ウクライナ空軍は旧態依然とした航空戦力や防空戦力しか有しておらず、2014年のクリミア併合以後、ウクライナは軍備の近代化を進めてはいるが、それでも軍事費の大半は地上軍の近代化に振り分けられており、空軍の近代化については予算不足から遅々として進んではいなかったぜ。これには、少ない予算から効率的に軍備の近代化を進めねばならないというウクライナの事情があるし、クリミアなどを占拠する新ロシア勢力への武力行使は地上戦力が中心であり、航空戦力をあまり必要としなかったことも大きな要因だろうな。英国の国際戦略研究所が公表した軍事情勢報告書であるミリタリーバランス2021では、ウクライナ空軍の航空戦力について、スホイ27、ミグ29などの第4世代戦闘機を含む作戦機を、ウクライナは125機保有しているものの、その大半が運用開始後30年以上を経過しており、老朽化及び陳腐化が深刻になっているとしているよ。さらにウクライナ政府やウクライナ軍では腐敗が深刻な問題となっており、兵士に対する待遇も悪く、兵士は低賃金にあえぎ、満足な訓練も受けられなかったとされているんだ。エリート層である戦闘機パイロットにおいても、NATO 空軍のパイロットの年間最低飛行時間は180時間であることに対して、ウクライナ空軍での年間飛行時間は35時間から80時間程度であり、待遇面に不満を抱いた多くのパイロットが空軍から流出した模様で、2019年からの2年間でパイロットなど140名近くの要員が職を辞しているみたい。これらのウクライナ空軍の現状から、ウクライナ空軍がロシア航空宇宙軍に対抗することは極めて困難であり、短期間のうちに無力化されるだろうと推測されていたんだけど、実際にはウクライナ空軍が予想以上に奮闘し、ウクライナ各地に点在する防空戦力を無力化することもできず、ロシア航空宇宙軍機は多大な損害を被ることとなったってわけ。さらに航空優勢が確保できていない中で地上軍を投入したため、地上軍も大きな損害を被り、将官を含む多数の高級将校や兵士が犠牲になる結果となっているみたい。地上軍については、ロシア国防省が開戦の数日後にはウクライナの防空戦力を無力化したと発表したため、それに基づき、ウクライナの北部及び東部より地上部隊の侵攻を開始させ、首都キーウ近郊の空港へは、空挺部隊による強襲降下作戦が展開されたよ。これにより、ロシアは首都キーウを一気に陥落させ、戦争の早期終結を狙ったと見られているんだけど、制空権を確保できていない地上軍ほど脆いものはなく、ウクライナ軍が巧妙に隠蔽していた地対空ミサイルシステムにより、開戦後5日間でロシア軍は航空機29機、ヘリコプター29機が失われ、キーウ近郊に降下した空挺部隊は、ウクライナ軍に包囲殲滅されているんだ。さらには、イリューシン I-176 大型輸送機が2機も撃墜される事態となり、搭乗していた200名から400名のロシア空挺部隊の兵士が犠牲となっているよ。ウクライナはすごく奮戦しているんだね。この前線の要因って何なのかな？
このウクライナ軍の当初の予想を覆す前線は、ウクライナ軍の祖国防衛に対する士気が高いこともあるが、西側各国や元ワルシャワ条約機構加盟諸国からの武器弾薬支援が非常に効果が高かったということも挙げられるし、ロシア軍の作戦運用、連携の稚拙さも大きな要因だな。現在、両軍は高価な最新兵器を湯水のごとく消費して戦争を継続していますが、すでに弾薬の欠乏も深刻化してきているぜ。ウクライナに関しては、西側各国などの支援国が多大な武器弾薬の援助を継続するため、ウクライナ西部の補給線が維持し続けられる限りは弾薬が欠乏する可能性は低いだろうけど、ロシア軍が自軍の備蓄で戦争を継続しているため、武器弾薬の欠乏に悩まされる事態が発生する可能性が高いと言えるね。この戦争は、時間がウクライナに味方することになることだろうし、戦争が長期化すればするほど、ロシアは苦しい立場に陥りそうだよ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日の雑学は、飛行機についてだよ。最近コロナが少し落ち着いて旅行する人も増えるからこの情報はいいと思うぜ。みんなは飛行機に乗っている時に、喉や肌の乾燥が気になったりしない？僕一回だけ乗ったことあるけど喉が渇いたね。そうだよね。機内は湿度 20% 程度しかないそうなんだ。だから、日本の乾燥する季節ですら 40-50% はあるから、かなり乾燥した状態と言えるよね。結構乾燥してるんだな。そんな機内の条件だと、人間の体からは8時間で 400ml の水分が失われるんだ。また、肌の水分についても、5分の1にまで減るそうだよ。飛行機で何も飲まなかったら、脱水症状になるじゃないか。だから、飲むとトイレに行かなきゃいけなくなるからなんて言わずに、こまめに水分補給した方が良いと思うよ。それじゃ今日の動画は終わりだよ。また見てね。日本が世界に誇る海上自衛隊最大のヘリコプター搭載護衛艦だった、出雲型については、知らない人はいないよね。簡単に言うとヒューガ型を元に大型化されたヘリコプター搭載護衛艦だな。いろんな創作物にも登場しているよね。ちなみに映画のシンゴジラにも出たみたいだよ。お前は本当にアニメや漫画とか映画とか、好きだよな。物語って自分が知らないことをわかりやすく知れるからね。ノンフィクションだけじゃどうしても飽きちゃうから、話を戻すと、出雲型はストーブル機である、F-35B ライトニング2を艦載する空母としての改修が進められて、これに対して中国メディアのワンイーと香港メディアのフェニックステレビが主張を繰り広げていたみたい。今回はそんな出雲型について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。半年以上前の2021年6月に飛行甲板の耐熱化改修を完了した出雲において、いよいよ11月3日に四国沖の太平洋上で米海兵隊の岩国基地所属の F-35B が、垂直着艦と短距離発艦に成功し、空母としての新しい第一歩を踏み出したよ。海上自衛隊護衛艦の出雲と香川、この先2026年頃を目標に、空母として運用するための改修をすべて終わらせる予定で、その頃までにアメリカから導入する F-35B の飛行隊を宮崎県ニュータバル基地に編成して、両艦の艦載機とする手はずを順調に進めているところだね。中国メディアのワンイーは出雲での F-35B 発着艦試験を報じた上で、日本の軍用艦艇上での固定翼機による発着艦は戦後初めての出来事であるとして、出雲がヘリコプター護衛艦として運用されていたベールを脱ぎ捨てて、いよいよ軽空母としての本性を表したと記事で主張したみたい。それだけに止まらず出雲の基準排水量に関しても、中国の空母遼寧が5万8500トンと比較してわずか1万9500トンしかないにもかかわらず、中国の J10 や J15 を圧倒する性能を持っていることから、出雲の戦闘力は遼寧よりも高く、強い空母となることが予想されるため警戒する必要があると論じているぜ。どこかの国みたいに頭ごなしに日本より自分の方が上にだって言ってるよりマシだね。物事を客観的に見えているし、警戒できるだけ厄介とも取れるよな。ステルス性能において F-35B の方が中国軍の J15 より優れているだけでなく、レーダーとして搭載されているアクティブ電子操作アレイ AESA による、アクティブフェーズドアレイレーダー ANAPG81 に関しても、J15 が F-35B を探知できるのは 40km まで接近しないと困難であることと比較して、F-35B は J15 を 200km 離れた地点から探知捕捉できるとして、能力に雲泥の差があると報じているようだね。そう報じられた後、F-35B に対抗できる中国軍の戦闘機は J20 くらいしかないが、
総合的な戦闘力は出雲が遼寧よりも強いと認めており、現段階において中国海軍は日本の軽空母を決して甘く見てはならず、もっと警戒を強めるべきだと指摘しているらしいよ。香港メディアのフェニックステレビでも同様に10月9日に出雲の F-35B 発着艦試験についての記事を掲載しており、その中で日本の海上自衛隊が近い将来2隻の空母を保有することよって海上戦闘能力を大きく向上させ、中国が増強を急ぐ空母打撃群に次ぐ戦力を保有することになるという分析を報じたんだ。また日本が南シナ海問題や尖閣諸島問題を関連づけて中国を常に仮想敵国として意識し、軍事的に対抗するために多額の防衛予算を注ぎ込んで自衛隊の装備や武器を増強して攻撃的になっていると非難し、出雲型をヘリコプター搭載護衛艦から軽空母に改修していることもその一つであると主張していたよ。軽空母改修後の出雲型護衛艦が F-35B を14から18機艦載することができるようになり、日本がアメリカから調達予定の F-35B が42機であることから、これらの F-35B がフルで空母艦載機として運用されることに違いないだろうと思われるね。出雲と加賀の改修完了後、空母運用が実現化に向けて進め、海上自衛隊が空母打撃群を編成できるようになるのは2026年以降を予定しており、その前に中国海軍は3隻目の空母を収益させて最新鋭の艦載機を最大で130機運用できるようになっており、日本が2隻を運用したとしても明らかな量で中国海軍が上回ることになり、人海戦術のように圧倒されてしまうことは危惧しなければならないことだよ。内実は中国メディアである香港メディアのフェニックステレビの記事は、日本の海事、空自の戦力強化はすでに自衛の枠を超えており、敵地攻撃力を保有していると言っても過言ではないと非難し、さらに日本が原子力潜水艦を保有する可能性もあると言っており、中国軍は日本の軍国主義復活を一部で警戒しているよ。そりゃ脅威が間近にあれば備えるよ。でも別に日本は中国と違って領海侵犯なんてしないもんね。この二つの記事から、中国メディアの1位は出雲香川中国空母にとって脅威となるとし、香港メディアのフェニックステレビは二つの護衛艦は恐れるに足らず、中国空母の敵ではないとして麻薬の主張をしているようにも見えるが、結局のところ出雲型護衛艦の空母化を脅威として捉えていることに変わりはないってわけ。中国海軍の最新鋭空母艦載機として配備が進められている J20 に関して、ジェット戦闘機としての分類上は F-35B と同じ第5世代戦闘機と位置づけられているけど、実態は米空軍が1983年から2008年まで運用していた、世界初のステルス攻撃機 F-117 ナイトホークと同等のスペックであり、レーダー反射弾面積において F-35B と比較してもはるかに劣っているんだ。仮に尖閣諸島問題が悪化して海上自衛隊と中国海軍の空母による軍事衝突が起こったとしたら、出雲と加賀の F-35B 約40機だけで中国海軍の3隻の空母の J20 戦闘機130機と対抗するなんて N 字にするようなもので、有事の際には米海軍の空母打撃群の支援を受けないと惜敗するのが目に見えているぜ。現時点で海上自衛隊において新空母建造計画はなく、出雲型と同じ日向型ヘリコプター搭載護衛艦を空母化改修する計画もないが、日本としては中国海軍との軍事衝突の際に日米安保が機能しない事態を想定しておくことが最も重要であるんだよね。米軍のサポートは受けられないって割り切って準備した方が良さそうだね。中国が建造を急いで進めている3隻目の空母003型が就役して空母3隻体制になってしまって、130機の艦載機に対抗するためにも南西諸島に日本版空母キラーとして、君臨する陸上自衛隊の長射程地対艦ミサイル部隊を多数配備しておく必要があると思慮するよ。はっきり言って空母の建造計画は一朝一夕でできることではないし、陸上自衛隊のミサイル部隊を展開させる方が容易であり、防衛省は 1500km の長射程を持つ12式地対艦誘導弾の能力向上型の開発と配備を加速して進めるべきなんだよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録、よろしくね。今日も雑学の時間だよ。それじゃあ行ってみよう。今日は缶詰について話してみようか。みかん缶があるのにバナナ缶やイチゴ缶とかはないよね。缶詰は長期保存のために作られたものであり、缶詰が発明されたばかりの頃は、味はそこまで美味しいものではなかったみたいだよ。今では様々な種類の缶詰が発売されるようになり、少し高めの高級感のある缶詰も発売されるようになって、味のクオリティもかなり向上したんだ。
フルーツの缶詰からお菓子の材料に使うペースト、あるいは夜ご飯の一品となるようなものまで、いろいろな缶詰があるよね。そんな中でもフルーツの缶詰は食べる機会が多いものだと思うけど、よく売り場で見かけるのはパイナップルや桃、オレンジなどが多く、バナナやイチゴやメロンなどの缶詰はあまり見かけないよね。同じフルーツなのになぜ缶詰が発売されているものと発売されていないものがあるのか理由を説明するね。それじゃあ早速バナナやイチゴやメロンの缶詰がない理由について説明していくね。実はこれらの缶詰を見かけない理由には、缶詰の製造工程に関係があるんだ。缶詰は長期間の保存を目的として製造されるもののため、加熱処理をして殺菌をする必要があるんだ。この加熱処理をする際に、酸味が強いフルーツは低温短時間で殺菌をすることができるため、長期間の保存に向いている。酸味の強いパイナップルは、缶詰でなくてもそのまま焼いて食べたり、酢豚に入れて加熱して食べたりするよね。一方、酸味が弱いフルーツについては高温で長めに加熱処理をする必要があるんだ。しかし、バナナやメロンは高温で加熱してしまうと著しく見た目が変化したり、味が変わってしまうことから、缶詰にする際の加熱処理には向いていないんだよ。イチゴに関しては酸味があるものの、長く加熱してしまうと色が変化してしまい、柔らかくジャムのようになってしまうんだ。それなら、イチゴジャムで十分ってなっちゃうよね。バナナやイチゴなどの果物は今や輸入なども含めて一年中食べられるということもあって、あまり缶詰の需要がなく、わざわざ缶詰にして食べる必要がないってのもあるよね。日本では見かけないフルーツの缶詰も、実は海外では売られているのもあるんだ。あくまで味覚の上で缶詰にするのには向かないけれども、製法上缶詰にすることはできるからね。例えば、中国ではイチゴの缶詰の販売がされていて、さっき言った通り少し柔らかめのイチゴジャムのような味わいみたいなんだ。タイでバナナの缶詰が販売されていて、これはバナナの果肉の色が生とは違い、味や食感も生鮮バナナのイメージとは全然違うそうなんだ。特に珍しいのはスイカの缶詰があるんだ。スイカを缶詰にするという発想が日本人にとってはかなり意外に感じるけど、スイカのみずみずしさは失われてしまうため、生のスイカとは全然違うものになっているみたいなんだ。以上、今日の雑学でした。最後まで見てくれてありがとう。ありがとう。海上自衛隊は2022年3月8日及び9日に相模湾において、米海軍と初めて共同潜水艦エースダブル訓練を実施したことを発表。2022年3月11日海上自衛隊プレリリースしたよ。ロシアとウクライナの一件から、日本も完全に傍観者ではいられないからね。事情は違えど、第二のウクライナは日本になるかもだし。今回行われた海上自衛隊と米海軍との共同訓練は、日米同盟における日米領海上部隊の連携運用能力の強化と相互運用性の向上を目的とし、その仮想敵としては、近年海洋進出の著しい中国海軍を強く意識しているものと思われるぜ。さて今回は、そんな世界最高峰の対潜作戦能力と評される日米共同対潜訓練について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。この訓練においては、海上自衛隊からは厚木航空基地に配備されている、航空集団直轄の実験開発航空隊である第51航空隊第13飛行隊の SH-60 軽哨戒ヘリコプターが参加しているよ。米海軍からは、厚木海軍航空基地に配備されている太平洋艦隊ヘリコプター海洋打撃航空団霊下の、第77ヘリコプター海洋打撃飛行隊 HSM-77 と第51ヘリコプター海洋打撃飛行隊 HSM-51 の MH-60RC ホーク対潜哨戒ヘリコプターが参加しているね。今回の訓練では実験開発航空隊である第51航空隊霊下の飛行隊が参加していることからも、実戦を想定した訓練ではなく、日米部隊の相互運用性の確認向上を図るという意味合いが大きな内容であったことが伺われるんだ。また、訓練で実際に魚雷を投下したのは、米海軍の MH-60R であり、自衛隊の SH-60K は航空支援を担当していたことからも、米軍が自衛隊の最新鋭単魚雷を実際に運用可能であるのか、確認をする意味合いが大きかったのではないかな。具体的な訓練の内容としては、米海軍の MH-60RC ホークへ海上自衛隊が保有する、最新の一蓋式単魚雷索薬を搭載しない訓練用を搭載及び使用空中投下して、その運用確認を行うというもので、海面へ投下された訓練用単魚雷は、海上自衛隊横須賀基地横須賀警備隊所属の輸送艇2号が回収を担当したよ。
米海軍太平洋艦隊では、今回の訓練内容のような対潜哨戒ヘリコプターによる魚雷投下訓練については、米国西海岸のサンディエゴ基地周辺の訓練海域で実施することが常となっており、今回のように日本で同様の訓練を行うのは、日米海上部隊の共同運用能力の強化を内外にアピールする狙いもあるものと思われるってわけ。そして、今回の訓練の実施場所について、海上自衛隊からのアナウンスでは相模湾と公表されていたんだけど、米海軍のアナウンスでは東京湾で実施した旨の公表がなされていたんだ。これは、日米当局の海域呼称について、それぞれ呼称基準が異なるのか、または、海上自衛隊による左翼政党やマスメディアへの対策であった可能性が取り沙汰されているよ。この訓練で投入された日米両国の哨戒ヘリコプターは、海上自衛隊は SH-60K、米海軍は MH-60R だったけど、両機ともに米国のシルコスキーエアクラフト社製の汎用ヘリコプター UH-60 ブラックホークの海上運用向け改修機なんだよね。UH-60 ブラックホークは、米陸軍が1979年に導入した多目的ヘリコプターであり、非常に汎用性が高く、飛行性能も優秀であったことから数多くの派生型が開発されているぜ。米海軍や日本の陸海空のみ自衛隊すべてで運用されており、日米以外ではオーストラリアや台湾、コトンビア、メキシコ、イスラエル、アラブ首長国連邦、トルコなどで導入運用がなされているよ。海上自衛隊で運用されている SH-60K は、開発元のシルコスキーエアクラフト社製の SH-60B を日本仕様に改修し、三菱重工でライセンス生産を行った SH-60J を再設計して大幅に能力を向上させた機体であり、2005年8月10日より運用が開始されているんだ。外見的な特徴は原型機となった SH-60J と似通っているけど、キャビンスペースが SH-60J よりも機体前方に 33cm 高さが 15cm 拡大されており、J 型では作戦機材を搭載した際に手狭だったキャビンスペースを拡大したことで、運用性及び効率性の向上につながっているみたい。また、機体右側の扉開口部を拡大したことで、捜索救難及び輸送の際の作業性の向上を図っているね。SH-60K は、装備面においても SH-60J よりも大幅に性能の向上を果たしているぜ。対潜関連のセンサー類に関しては、HPS-105B 逆合成開口レーダー ISAR 機能導入型。海産天調機構を導入して低周波化を行った HQS-104 釣り下式ソナーを搭載しているほか、その部位からの音響信号の解析能力も強化され、ANAS-Q81 磁気探知機 MAD も装備されており、対潜哨戒機として、潜水艦探知能力の大幅な強化が行われているらしい。そして、敵潜水艦を探知後に攻撃する兵装として、SH-60J ではマーク、46単魚雷及び74式機関銃のみであったところ、SH-60K では、J 型で搭載可能であった装備に加えて、国産の97式単魚雷、12式単魚雷の運用が可能となり、その他にも対潜爆弾や、AGM-114M ヘルファイア2空対地空対艦ミサイルの運用が可能となっており、対潜能力の向上だけではなく、不審船や輸送艦等の軽装備の水上艦艇や対地目標への攻撃能力も付与されているってわけ。この他、事故防御装置として機種及びビブには、ANAR-60 ミサイル警報装置とテールブームには、ANALE-47 チェフフレア発射装置が搭載されており、磁気へのミサイル攻撃に対する防御手段の強化が図られているんだ。一方、米海軍が運用する MH-60R には、新型の ANUIS-2EMSP エンハンスドモダラーシグナルプロセサー機上音響信号処理装置が装備されており、吊り下げ式ソナーとしては低周波能力が強化された ANAQS-22FLASH を採用。この吊り下げ式ソナーは、8機のその部位その部位単独では最大16機から得た情報を同時に処理することが可能となっているんだ。そして、その部位発射機も新型が搭載され、投射速度の向上が図られているね。搭載するレーダーについては、ANAPS-147 合成開口レーダーが搭載され、電波探知機 ESM としては、ANAL-Q210 を採用していて、海上自衛隊の SH-60K と同様にヘルファイア2の運用能力も付与されているみたい。海上自衛隊及び米海軍は、
これら世界最高峰の性能を有する対戦哨戒ヘリコプターを運用しており、両国ともに対戦戦闘能力は世界でも最高水準となっているよ。米軍と自衛隊が組んだら、鬼に金棒だね。特に海上自衛隊においては、日本領海内における対戦作戦能力は世界最高水準であり、海上自衛隊は創設以来、対戦作戦能力の向上に努めてきており、その対戦戦闘への力の入れ具合は、すべての護衛艦に対戦戦闘能力を付与していることからも伺われるよ。対戦哨戒ヘリコプターは、水上艦における対戦作戦の主軸であり、魚雷が歯兵装の潜水艦からすれば、ヘリコプターに対する攻撃手段はなく一部潜水艦には対空ミサイルが装備されていますが、対空ミサイルを発射すれば時間の位置を暴露することになり、水上艦からすぐに対戦ミサイルが飛んできます。潜水艦は逃げ回らなければならなくなるという、非常に厄介な相手となるってわけ。逆に潜水艦は水上艦に対しては絶大なアドバンテージを有しており、潜水艦が水上艦を発見することは容易だが、水上艦単独では潜水艦を発見することは非常に困難だぜ。潜水艦は水上艦が時間を探知し得ない遠距離から水上艦を探知することが可能であり、水上艦の攻撃範囲外から超魚雷と呼ばれる長射程の魚雷により水上艦を攻撃することができるってわけだ。このため、対戦作戦を主任務とする水上艦には、1950年代後半より一部の艦艇で対戦哨戒ヘリコプターを搭載するようになり、現代では対戦戦闘を主任務とする艦艇には、ほぼ必ず搭載されるようになっているよ。対戦哨戒ヘリコプターが行う ASW 対戦水艦戦闘では、敵潜水艦を探知する方法として、敵潜水艦が潜んでいると想定される場所でホバリングし、吊り下げ式ソナーを海中へ投下、そして、同じ位置でホバリングしながら、ソナーが発信する音波によってアクティブモードで捜索する方法だね。この方法は、同一の場所で長時間対空しながらソナーによる捜索を何度も実施することができるため、非常に詳細に海中に潜む潜水艦を捜索することが可能であり、探知範囲内であれば、海中で無音航行している潜水艦ですら高い精度で探知することを可能としているようだよ。ただし、吊り下げ式ソナーでの捜索は、固定した同一地点での捜索になるため、ある程度潜水艦の位置を絞れていなければ、有効な捜索ができないというデメリットがあるぜ。そのため、もう一つの探知方法としては、投下式その部位を一定の海域に複数個投下することによる捜索方法だな。これは、吊り下げ式ソナーよりも広範囲を捜索することが可能となっているんだ。そして、これらの各種ソナーによって得られた潜水艦のエンジン音やスクリュー音などは、対戦哨戒ヘリコプターを運用する母艦にデータが送信され、敵潜水艦の艦種や位置を割り出すことになるんだよね。このほか、海上自衛隊の SH-60K には磁気探知機 MAD が搭載されており、これは MAD を機体から吊り下げた状態で飛行することで、潜水艦の船体から発せられる磁気を捜索感知し、敵潜水艦を発見する装置となっているよ。これにより、その部位よりも迅速に敵潜水艦を捜索することが可能となるんだけど、敵潜水艦が比較的浅い海中を潜航している場合でなければ発見することが難しいという欠点もあるんだ。こうした各種捜索装置で敵潜水艦の位置を割り出した後、対戦哨戒ヘリコプターに搭載している単魚雷や母艦の対戦ミサイルによって攻撃を行うことになるんだ。海上自衛隊が現在運用している単魚雷で最新であるのは一蓋式単魚雷だけど、これは防衛省技術研究本部と三菱重工が共同で開発したもので、これまで運用していた97式単魚雷の深海域対処能力に加えて、97式単魚雷では運用が困難であった、浅い沿岸海域での運用能力の向上も図られているよ。浅い沿岸海域では、海水の塩分濃度や水温、海流、海底の地形などが非常に複雑となっており、単魚雷が敵潜水艦を追尾することが困難となっていたんだ。そこで、一蓋式単魚雷には、それらの沿岸海域でも対応可能な新型の高帯域音響振動子アレイが搭載されており、近艇潜水艦探知用のサイドスキャンソナーと磁気センサーが追加されているみたい。さらに誘導部の残響処理などの各種信号処理能力が向上されており、97式単魚雷よりも大幅な性能向上が図られて優秀な単魚雷となっているってわけ。今回の日米共同訓練で米海軍が一蓋式単魚雷の運用試験を実施したのも、米海軍が一蓋式単魚雷の導入を検討している可能性があるとの指摘もあるようだね。このように日米で対戦作戦能力の向上が図られているけど、中国の脅威に直面する日本としては、
今後も日米での相互運用能力、共同作戦能力の向上は日本防衛には必須の事項であると言えるよ。今後、より一層、日米両国での訓練を進化させ、日本の防衛能力の向上に努めていくべきだろうね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2022年2月24日にロシアによるウクライナ侵攻が開始されたことは、即座に世界を駆け巡るほどの出来事だったよね。ロシア軍がウクライナを占領すべく攻撃を開始したんだよね。当初、ウクライナは数日で降伏するだろうとの見方が大勢を占めていたが、西側諸国からの情報提供、武器弾薬支援や士気の高いウクライナ軍の必死の防戦とロシア軍の作戦の稚拙さ、兵士の士気の低さにより、ロシア軍はウクライナ軍から多大な損害を強いられる事態となっているぜ。ウクライナ軍は、従来の戦車や戦闘機だけではなく、携行型兵器や攻撃型ドローンを巧みに運用してロシア軍への攻撃を続けているんだよね。ここで注目すべきは、近年、性能の進化が著しい安価で比較的小型なドローンによる攻撃が非常に効果的であるという点だな。ドローンによる攻撃は、運用側の人命に危険が及ぶことなく、安全かつ正確に敵に対して攻撃をすることができるからね。また、一機数十万円から数百万円程度のドローンによって、1両1億円以上の戦車や装甲車両を撃破することが可能であり、そのコストパフォーマンスは非常に高いものがあり、今後の戦争のあり方を変える兵器であると言えるんじゃないかな。さて今回は、そのドローン無人航空機を自衛隊でも導入を検討していく流れになっているようだから、それについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。2022年3月30日の産経新聞に掲載された記事にて、防衛省は2023年度より、攻撃型無人航空機の運用について具体的な検討に入る旨の報道がなされ、注目を集めたよ。自衛隊ではこれまで、陸海空各自衛隊で各種無人機の運用を行ってきているんだ。日本の無人機としては、古くは大日本帝国海軍が正式採用した一式標的機まで遡ることができるけど、現在運用がなされているまたは運用予定の機体に限定しても、航空自衛隊では米国のノースロップ・グラマン社製の RQ-4、グローバルホークを近年導入し運用準備を行っており、それ以前にも国産無人偵察機として、2001年から2011年に開発が進められた無人機研究システムと呼ばれる機体が4機生産され、航空自衛隊に納入されているね。これは、F-15J イーグルから空中で射出された後、事前に入力された経路を偵察飛行して基地に帰投するという過程を全て自動で行える無人機ではあるものの、4機以上の量産がなされず、運用実績もそれほど芳しいものではないようであることから、実戦運用に頼る性能までには至っていなかったようだな。海上自衛隊においても2022年度予算で対空型無人機の試験運用を行うための予算を計上しているよ。ここで候補とされている機体としては、海上保安庁が先行して運用試験を行っている、米国ジェネラルアトミクスエアロノーティカルシステム社製のシーガーディアンであるとされており、哨戒機を保管する役割が期待されているね。先の産経新聞の記事によれば、防衛省は小型無人機の導入に向けて、調査費用として2023年度予算へ3000万円を計上するとしているよ。ここまで日本での攻撃型無人機の導入が遅れているのは、その故障に攻撃型と分類していることが、専守防衛の自衛隊が導入するのにふさわしくないのではないかというイメージが内外から湧き上がったことにあるんだよね。空母も攻撃型空母は導入できないけど、防衛型の空母であれば導入可能であるという、日本特有の意味のない議論の中に入ってしまっているってわけ。また、例えば潜水艦にあっては戦略型と攻撃型の2つに分けられる中で、日本の潜水艦は攻撃型潜水艦に分類されるんだけど、潜水艦については、日本領海内に侵入した敵艦艇を迎撃するという防衛的な任務を帯びているから、問題にされることはないんだ。また、日本では、潜水艦を戦略型と攻撃型という分類で内外に説明してなくて、原子力潜水艦と通常動力型潜水艦の2分類で呼称することで、原子力潜水艦に比べて自衛隊の通常動力型潜水艦の方が抑制的防御的な兵器であるとのイメージで発信しており、そういう面からも国内外の一部勢力に対する配慮が伺われるんだよね。しかしながら、そのような日本の防衛環境の実情とは関係のない、内向きのやり取りに気を取られているがために日本はここまで攻撃型無人機の導入に対して後手に回っていて、新兵器であるがゆえの新戦術及び戦略的な運用方針が不明確な点などを理由とはしているものの、内外の批判を恐れたことなかれ主義、前例踏襲主義が日本の行政政治に蔓延している結果でもあるぜ。
このような中にあって、各国の動向から周回遅れではあるものの、攻撃型無人機の導入に向けた動きは歓迎すべきものではあるんだけど、攻撃型無人機の未来図として、人工知能を搭載して、偵察策的攻撃をすべて人工知能による自律判断で行うという、機械が機械の判断で人間を容易に殺すという恐怖が国民にあることも事実だね。これについては、防衛省だけではなく、政府として、国民に丁寧に説明をしていく必要があるよね。さて、日本では航空自衛隊が大型の無人航空機として、米国のノースロップ・グラマン社製 RQ-4 グローバルホークの導入に向けた準備が進められているよ。このグローバルホークも攻撃的には運用できない仕様であり、各種監視偵察任務を専門とする対空型大型無人偵察機なんだけど、このような大型機を自衛隊で運用できるようになることには今後のためにも大きな意義があるんだ。RQ-4 グローバルホークについて詳しく、RQ-4 グローバルホークは、全長 13.2 メートル、全幅 35.42 メートルの無人機としては大型の機体であり、大型機であるために航続距離は 22,779km、連続飛行可能時間は36時間にも及び、広大な日本の領海を警戒監視するには非常に有用な機体と言えるよ。このグローバルホークは、2022年3月12日に日本向け1号機2017年度予算調達分が、青森県にある航空自衛隊三沢基地に到着しており、今後、2018年度予算、2019年度予算の各年度調達分も順次納入され、航空自衛隊は合計で3機のグローバルホークを運用することとなるんだ。この航空自衛隊が導入したグローバルホークは、ブロック30と呼ばれるバージョンであり、導入に必要な諸経費をすべて合算すると総額約462億円となり、機体本体だけで1機当たり約128億円相当となっており、航空自衛隊が導入を進める F-35A ライトニング2よりも高額な機体価格となっているね。ここで問題となっているのは、航空自衛隊が導入するグローバルホークのバージョンがブロック30であることだよ。このブロック30は米空軍では20機運用しているんだけど、2022年中に全機退役が決定しており、その後は、新型のブロック40を10機運用する計画となっているんだ。このため、自衛隊と同様にブロック30を導入した韓国は、米国ですでに退役した旧型機種を運用することになり、消耗品等の部品調達やメンテナンスコストが増大することが懸念されているみたい。また、航空自衛隊ではブロック30を今後20年間にわたって運用する計画でいるが、日進月歩の技術革新が続く無人航空機を20年間も運用可能なのか、早期に技術的陳腐化が進まないのか、懸念の声が多く出ているな。事実、米国では2022年中に退役するんだから、導入時からすでに技術的に陳腐化している機体なのは事実だぜ。これは、陸上自衛隊が導入した新型攻撃ヘリであるアパッチでも同様の事態が発生しており、陸上自衛隊が導入したバージョンは導入時点で米陸軍では退役してしまい、部品調達も満足に行えなくなり、自衛隊でも早期退役が取り立たされてしまう事態に発展しているんだ。片落ちを買ってるって認識でいいのかな？それなら防衛省自衛隊は、二度も同じ鉄を踏む事態に至ったことについて、国民に釈明する必要があるのかも。また、今回のグローバルホーク導入はあくまで偵察型の導入であり、導入を検討する攻撃型無人機について参考となるか疑問の声も多く聞かれるんだけど、大型無人機の運用実績は、今後導入を予定する攻撃型無人機においても、小型だけではなく、大型の攻撃型無人機も導入しやすい環境が整うとも考えられるから、前向きに捉えても良いんじゃないかな。特に日本防衛においては、敵は海を渡って日本に侵攻してくるからな。ウクライナのように地続きであれば、歩兵が携行可能な小型無人攻撃機が非常に有用となるだろうが、日本の場合は、まずは海上を侵攻してくる敵艦船を迎撃すべきであるため、広大な領域を長時間飛行対空して、艦船を撃沈しうる強力なミサイルを搭載可能な大型無人航空機が必要となるだろうぜ。ウクライナ戦争においては、ロシア軍の戦車や装甲車両等に対して、トルコ製の小型の攻撃型無人航空機であるバイラクタル TB2 が猛威を振るっており、世界的に注目を集めているけど、日本においては敵地上戦力の上陸を許す事態は、すでに防衛線としては敗戦濃厚な事態であると言えるもんね。だからこそ、陸上自衛隊への小型無人攻撃機の導入促進も必要ではあるけど、より重要性が高い機体としては、海上の敵艦艇を攻撃可能な大型無人攻撃機であると言えるかな。これまでの日本は、攻撃型というだけで攻撃型無人航空機の導入を躊躇する風潮があったからね。
攻撃型無人航空機の中には、敵に機体ごと突撃して自爆するタイプのドローンもあり、それを海外では神風ドローンなどと呼ばれているため、日本では導入しかたかったということも理解できるぜ。そうだね。しかしながら、無人航空機は運用側の人命を損なうことのない兵器であり、人命を重んじる日本にとっては非常に有用な兵器であることに疑いの余地はないよね。このような無人航空機の国内開発に対しても今まで以上の予算を費やす必要があると思うよ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。2022年になって、対中国への牽制の意味もあるのか、海上自衛隊とアメリカ海軍が様々な共同訓練を実施しているよね。その中でも特に注目を集めたのが対戦線を想定したヘリコプター共同訓練なんだよね。SH-60K と MH-60R がタッグを組み、日本とアメリカの連携を確認して、さながら実戦想定の訓練を行ったと言われているやつだな。一部の情報では、実際に魚雷を使用した訓練を行ったとも言われている今回の訓練、今後の日本の防衛にどのように活かされるか期待しているところだよ。さて今回は、海上自衛隊とアメリカ海軍対戦線共同訓練の模様を詳しく紹介していくよ。それじゃあ行ってみよう。海上自衛隊によると、今回の共同訓練については2022年3月11日のプレスリリースで、その内容の一部が明らかにされているよ。その内容によると、2022年3月8日と10日に相模湾にて、アメリカ海軍との初めての共同対戦水艦 ASW 訓練を実施したことを明らかにし、その目的として日米安保条約に基づく相互協力の基礎を確認することと、抑止力及び対処能力を強化するものとして、海上自衛隊とアメリカ海軍との相互運用性の向上を図ることとされているんだ。訓練には、海上自衛隊厚木航空基地に所属する実験航空部隊である第51航空隊、第513飛行隊の SH-60K 哨戒ヘリコプターが参加し、アメリカ海軍も厚木海軍航空基地に所属する第77ヘリコプター海洋打撃飛行隊と、第51ヘリコプター海洋打撃飛行隊の MH-60R シーホーク対戦哨戒ヘリコプターが参加したみたい。訓練の内容で注目すべきは、アメリカ海軍の MH-60R シーホークに、海上自衛隊が運用する魚雷を搭載して海面に投下するというもので、ヘリコプターから海面に落とされた訓練用魚雷は海上自衛隊横須賀基地に所属する、輸送艦2号が回収するというルーティンで行われたんだ。相模湾で訓練が行われたのはもちろん初めてで、アメリカ海軍太平洋艦隊では対戦哨戒ヘリコプターによる魚雷投下訓練は、アメリカ本土西海岸のサンディエゴ基地周辺で実施されているため、国外でも初めての実施となったし、ましてや海上自衛隊と共同訓練を行ったのも、今回初めてであったことから、初めて尽くしの訓練となったよ。そして、公表されている訓練目的をもう一度確認してみると、海上自衛隊とアメリカ海軍の対戦哨戒ヘリコプターを用いての共同 ASW 訓練とされているよ。実際に訓練の風景を目撃した関係者によると、海上自衛隊の SH-60K 哨戒ヘリコプターは航空支援を担当していて、訓練用の1、2式単魚雷と思われる魚雷を投下したのは、アメリカ海軍 HSM-77 の MH-60R であることから、MH-60R での1、2式単魚雷の運用試験も行ったのではないかと思われるね。さらに、アメリカ海軍と海上自衛隊の武器弾薬の共通運用を確認する意味もあったと思われるんだ。アメリカ海軍と海上自衛隊が武器弾薬を共通運用するとき、それは有事があったときにしかありえないぜ。アメリカがウクライナに弾薬を送るからお前の持ち分よこせ、とは言えないだろうし、日本はそれに応じる義務はないからね。でも、尖閣諸島に中国が侵攻してきたとき、これは日米安保条約の中で、日本とアメリカは共同で日本領土の防衛を行うことになり、武器弾薬も融通しながら侵略者に向かって対抗することになるな。まあ、尖閣諸島を日米安保条約の対象地域に含むかという部分は、アメリカも玉虫色の話しかしていないので不安要素は残るが、いずれにせよ、アメリカと日本は共同作戦を行うことがあり、そのためには様々な運用面の連携を高めておくことが欠かせないというわけだな。そもそも、日本とアメリカの兵器や武器弾薬は、日米安保条約を考慮して共用運用ができるように考慮されているよ。今回の共同訓練を行った海上自衛隊の SH-60K とアメリカ海軍の MH-60R は、
どちらもアメリカのシコルスキーエアクラフト社製の SH-60C ホークを原型として開発されたもので、さらにその原型をたどれば同じシコルスキーエアクラフト社の汎用ヘリコプター UH-60 ブラックホークとなっているよ。この UH-60 ブラックホークはアメリカ陸軍が1979年に導入した多目的ヘリコプターだけど、様々な任務に対応できる汎用力を持っており、そのこともあって派生型が数多く開発されているんだ。実際、アメリカ海軍や日本の自衛隊だけでなく、オーストラリア、台湾、コロンビア、メキシコ、イスラエル、トルコ、アラブ首長国連邦などで導入、運用されている実績はあるよ。それだけ、性能に優れたヘリコプターであることは事実で、おまけに今回の共同訓練で魚雷投下もできることが分かった時点で、さらに能力を誇示することができたとの見方もあるね。そして、海上自衛隊の SH-60K は、シコルスキーエアクラフト社の SH-60B に防衛省技術研究本部が開発したシステムを搭載し、三菱重工業社がライセンス生産した SH-60J をもとに、再設計された哨戒ヘリコプターとして運用されているんだ。今回のリブランド機は、2005年8月10日から運用されているもので、近代改装が行われていることから、まさに最新鋭のヘリコプターとして仕上がっているよ。基本的な外形は、SH-60J を踏襲しているんだけど、SH-60J はキャビンの天井が低いため作戦用機材を搭載した場合に、作業がしづらくなるという欠点が現場から寄せられていたこともあり、それを解消するためにキャビンを前方に 33cm 延長、天井高を 15cm 高くしたほか、胴体右側の扉の開口部を拡大することで、捜索救難や輸送の際の作業がしやすくなり、さらに用途が増えたってわけ。そして、注目すべきは対戦能力の向上でもあるんだ。リブランド機になり、対戦関連のセンサー類が一新されたんだけど、その際に逆合成開口レーダー ISAR 機能を導入した HPS-105B や、吊り下げ式ソナーとして開傘天井機構を導入して、低周波化した HQS-104 を正式採用するとともに、射出投下したその部位の音響信号を解析する機能も強化されているみたい。また、磁気探知機 MAD として最新技術が惜しげもなく投入された ANAS981 が搭載されているよ。兵装も、SH-60J ではマーク46魚雷と74式機関銃のみであったものが、SH-60K ではこれらに加えて97式、12式単魚雷の他に対戦爆弾や、AGM-114M ヘルファイア2空対艦ミサイルの搭載が可能となったことで、地対空、空対艦、地対戦、空対空などの様々な戦場において対応することが可能となっているな。これを知った、中国の軍事関係者は中国空軍のヘリコプターの装備を見直し、日本に対抗するように性能強化を命じたとも言われているぜ。一方、アメリカ海軍の MH-60R は機上音響信号処理装置として、新型の ANUIS-2EMSP が採用され、吊り下げ式ソナーとその V 発揮から同時に収集された情報の同時処理が可能となったよ。吊り下げ式ソナーには、低周波の ANAQS-22 フラッシュが採用され、その V 発射機も新型となった上に、ANAPS-147 合成開口レーダーが新規採用され、電波探知装置 ESM には ANALQ-210 を搭載するなど、自衛隊機以上の能力を有する機体に仕上がっているんだ。これだけの情報を見ると、アメリカ海軍も海上自衛隊も、高性能な対戦哨戒ヘリコプターの運用を行うことにより、対戦水艦戦能力の高さは世界でもトップクラスの能力を秘めていることがわかるよね。ちなみに、対戦哨戒ヘリコプターの ASW において敵潜水艦を探知する方法はいくつかあり、まず一つには敵潜水艦が潜んでいると思われるポイント上空に到達した後、ホバリングをしながら吊り下げ式ソナーを下ろし、音波を発信するアクティブモードで探索する方法が一般的だね。もしソナーに反応がなかったら、別のポイントに移動して同じ作業を繰り返すのと並行して、母艦にデータを送信して敵潜水艦が潜んでいる位置を正確に割り出す作業を行うよ。また、もう一つはその V と呼ばれるコンパクトなポジティブソナーを多数投下し、敵潜水艦が発するエンジン音、スクリュー音などを探知したその V が送信したデータを分析し、敵潜水艦の艦首や位置を割り出す方法も並行して行われることがあるってわけ。これらに加えて、海上自衛隊の SH-60K に搭載された磁気探知装置 MAD が、大きな威力を発揮することが期待されているよ。具体的には、装置を機体から吊り下げた状態で飛行しながら、敵潜水艦の艦隊から発する磁気を探知させるもので、
これらの方法は固定翼対潜哨戒機の P3C や P1 などでも同じだね。このように、敵潜水艦を探知し位置を割り出したら攻撃を行うことになるんだけど、敵艦を確実に撃沈する場合には魚雷攻撃を実施することになるってわけ。この時、自衛隊が使用するのは日本の独自開発により開発された12式単魚雷なんだ。これは、防衛省技術研究本部と三菱重工業者が開発し、2012年に正式採用されたものだけど、それまで使用されていた97式単魚雷の深海域対処能力に加え、沿岸海域での運用も視野に入れて開発されているんだ。深海域では、海水の塩分濃度や水温、海流、海底地形などが複雑なために、正確に目標に到達させる能力を高める必要があったみたい。そのため12式単魚雷では、潜海域でも対応できる新型の高帯域音響振動子アレイが用いられ、さらに沈底潜水艦探知用のサイドスキャンソナーと磁気センサーが追加されたことで、誘導部の残響処理など信号処理能力を向上させることに成功したよ。このことで、日本の沿岸部や諸島部の浅瀬に潜んでいる敵潜水艦をいち早く探知することができるようになり、さらには発見時に速やかに攻撃して撃退する攻撃能力を一度に手に入れることができたってわけ。ここまでの能力を有することができれば、あとは訓練により連動を高めることが必要だね。今までの訓練だけでなく、今回の共同訓練のように、様々な技術や経験を積む機会を設けることで、連動をどんどん上げることも必要だな。特に、共同訓練を行うことはアメリカとの共同戦線を誇示することにつながるから、中国やロシア、北朝鮮に対して、日本に手を出すとアメリカが黙っていないとアピールすることにつながるぜ。まあ、実際にアメリカがそこまで日本のために戦ってくれるのかどうかは不安だが、アメリカだって日本の高性能魚雷を手に入れることができるなど、メリットは少なくないな。日本としては、独力で国土を守る能力と、アメリカと共同で作戦行動を行えるポテンシャル、この二つを周辺国に継続してアピールしていくことが必要なのだろうと思うよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録、よろしくね。海上自衛隊の戦力充実はここ数年、目を見張るものがあるよね。代表的なのは、F-35B ステルス戦闘機艦載可能となった護衛艦出雲や加賀かな。この2艦は、日本が待ちに待った空母化の目処が立ったからね。常時艦載機を運用するわけではないんだけど、F-35B 戦闘機は宮崎県のニュータバル基地に配備され、尖閣諸島に対する対中国の備えとして有益に活用されるものと考えられるね。また、ロシア情勢次第では北方にも配備されるだろうから、対ロシアへの備えとしても有効に作用するのではないかと考えられるぜ。もちろん、出雲や加賀だけでなく、海上自衛隊としては先の先を見据えて戦力強化に当たっているんだ。そしてここに来てクローズアップされてきたのが護衛艦ヒューガや輸送艦大隅の存在となっているよ。さて今回は、今後、これらの艦をいかに効果的に運用して国防力を強化するのか、そのために課題となることは何かなど、様々な実情について詳しく分析と解説をしていくよ。それじゃあ行ってみよう。領土の周囲を広い領海や接続水域に囲まれた島国の日本にとって、その防衛を担う海上自衛隊は時代の変遷とともに装備する艦艇の強化と進化を継続してきたんだ。2000年代になると、旧体化した護衛艦の廃艦と同時に、新たな艦級分野への進出も積極的に行われてきたよね。そうした状況下で、近年最も大きな注目を集めているのは、ヘリコプター搭載型護衛艦出雲と加賀となっているよ。出雲型護衛艦は、自衛隊の艦種分類上からはヘリコプター搭載型護衛艦とされているけど、海外の軍事専門誌等からはヘリ空母として認識されていて、海外の軍事アナリストからは日本海軍が空母兵力を有することになったと半ば公然と語られているみたい。護衛艦出雲についておさらいしておこうよ。そうだね。護衛艦出雲型は基準排水量19,500トン、満載排水量26,000トン、全長 248.0メートル、全幅 38.0メートル、深さ 23.5メートル、喫水 7.3メートルと名実ともに海上自衛隊で最大スケールであり、最大14機のヘリコプターを搭載可能になっているよ。そして、ヘリコプター発着艦スポットを最大5機分飛行甲板上に備える出雲型は、冷戦時に最大の仮想敵国としていた旧ソ連の潜水艦に対抗すべく、対潜哨戒任務を強化することを目的として建造されていたことは、関係者の中でも周知の事実なんだ。そして、1991年の旧ソ連の崩壊後、その後継国家となったロシアに対しても同様の方向性で臨んでいたんだけど、
2000年前後には急速な経済発展を背景に海洋進出を進める中国海軍が、日本にとっての仮想敵国へと置き換わったってわけ。中国は、尖閣諸島に対する領土の野心を隠さないばかりか、沖縄や南西諸島においても第一列島線などと身勝手な呼称を行い、太平洋に進出するために障壁となっているこれらの領土を奪取したいだけでなく、既存の自衛隊基地や米軍基地に対しても先制攻撃を仕掛けることができる体制を構築しているからな。そんな中国への警戒が最大の課題となる中、日本の同国に対する最前線は尖閣諸島をはじめとする南西諸島方面となり、その防衛に必要な戦力として必要なのは、何より中国海軍艦艇の接近を阻止する戦力を確立することが急務となったんだ。そして、実際にそれを日本が実現するには、航空機による空対艦ミサイルでの攻撃力の強化が必須となるわけだけど、現状で航空自衛隊航空機が使用可能な陸上滑走路は沖縄本島しかなく、尖閣諸島をはじめとする南西諸島においても航空戦力の傘のもとに、制空権を確実に確保する必要が生じたってわけ。中国と有事に発展した場合、中国は沖縄本島に先制攻撃を仕掛けることは確実だよね。その攻撃で、沖縄本島から航空自衛隊や在日アメリカ軍の航空部隊が離発着できないよう、滑走路の機能を破壊しにかかる可能性が十分にあるんだ。そのため、中国の攻撃に対応する目的で、陸上滑走路以外での固定翼機が運用できる方法を検討した結果、戦闘機の艦載能力を有する艦艇の整備が必要不可欠との結論に至ったんだって。検討にあたり、艦載機の艦種について検討を先行させたところ、アメリカのロッキード・マーチン社が開発した第5世代戦闘機 F-35 ライトニング 2B 型を採用すれば、艦載機を複数機収容でき、運用も可能なだけの能力を備えている既存の艦艇。それは2015年から収益を始めていた出雲型護衛艦しかなかったんだよね。こうして、出雲型護衛艦である出雲と加賀に、F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として運用可能な艦艇とするため、航空母艦化改修が決定されたってわけ。このことは、太平洋戦争以後初となる海上自衛隊の航空母艦保有が実現したことを意味するんだけど、あくまで既存の艦艇を改修するのがメインであり、一から航空母艦を作るわけではないということは忘れないでね。護衛艦出雲型は、もともと通常の航空母艦と同様の全通式の飛行甲板を備えた艦艇であったため、その飛行甲板への耐熱処理や内部の格納スペースに変更を加えるだけで航空母艦として運用することが可能なんだ。韓国や中国からはもともと空母化する予定だったのではと懸念そうな声が寄せられたようだが、そんなことはないとの返答一辺倒だった自衛隊関係者。だが、こんなにうまく改装できてしまうならば、副案として考えていたのではないかとも思えるよな。さらに言えば、出雲型よりも前に、海上自衛隊には同様の形式の艦艇が存在していたんだよな。それは、1998年から3隻が就役している大隅型輸送艦。それに加えて2009年から2隻が就役している日向型護衛艦だね。これらの艦種は、出雲型護衛艦に先駆けて回転翼機を全通式の飛行甲板で運用しているなど、航空母艦を運用するために必要なノウハウや技術を蓄積してきた艦艇とも言えるんだ。大隅型輸送艦は、海上自衛隊の艦種を示す記号では LST 戦車揚陸艦とされているけど、国際的な軍事艦艇の分類上ではドック型輸送揚陸艦と見るのが一般的だね。大隅型輸送艦は、艦尾にあるウェルドックから2隻の大型の LCAC-19 エアクッション型揚陸艇を運用可能であり、当時海上自衛隊の中でも最大スケールの艦艇だったんだ。この、大隅型輸送艦が全通式の飛行甲板を有するにもかかわらずヘリコプター搭載型護衛艦として呼ばれていない理由は、ヘリコプターの常時搭載を前提としていないことが理由なんだよね。他国に対する配慮なのかどうかわからないけど、施設のエレベーターもヘリコプターのローターをすべて外さないと利用できないなど、ヘリコプター空母としては運用に難点があることも事実なんだ。もしかすると、あえてそうすることで本当の意図をカモフラージュしていた可能性もあるよね。それでも大隅型は、南西諸島の島嶼防衛を担う能力を十分に備えていることは事実だよ。大型の LCAC-19 エアクッション型揚陸艇2隻を用いた戦車や装甲車両の揚陸能力は十分あるし、陸上自衛隊に新設された水陸機動団を速やかに戦場に送り込み、展開させるためには不可欠な艦艇であることは間違いないんだ。出雲型に先んじて、全通式の飛行甲板を持たせ航空機の運用能力に主眼を置いたという点から見れば、2009年から2隻が就役している日向型護衛艦が、むしろ最初であったと見ることもできるよな。日向型護衛艦についてもおさらいしておこうよ。そうだね。
中華型護衛艦は、基準排水量13,950トン、満載排水量19,000トン、全長 197.0メートル、最大幅 33.0メートル、深さ 22.0メートル、喫水 7.0メートルのスペックを誇り、出雲型の 70% 程度の排水量と容積を有しているよ。そして中華型護衛艦は、各種ヘリコプターを最大4機搭載が可能なスペックを有しており、その全通式の上甲板には4箇所の初着陸用のスポットが設けられているんだ。実際に、これらのスポットを使用すれば、3箇所同時にヘリコプターの初着陸を実施することができるってわけ。ちなみに、中華型と出雲型の大きく異なる点の中でも最も顕著なのは、搭載されている兵装だな。出雲型は、もともと航空機運用能力に重点を置いた設計であるため、20mm バルカン砲であるシーウス2機と防空ミサイルリム116を2機搭載するのみだが、中華型は 20mm バルカン砲のシーウス2機に加えて、324mm の3連装のマーク32魚雷発射艦2機とマーク 41VLS 垂直発射装置を16セル装備しているぜ。この16セル分には、艦対空ミサイルとアスロック対戦ミサイルを同時に発射できるように常に装備している状況だね。出雲型が、必要最低限の固艦防空能力のみを搭載し、対戦用兵装はほぼ犠牲にして他の護衛艦に依存する運用なのに対し、中華型は単艦での対潜水艦戦闘に従事することも想定していることを如実に表していると考えられるね。今でこそ、出雲型の2隻が改修を受け、実質的に固定翼機を運用可能な航空母艦となることは了承されているが、中華型の建造に際しては日本が航空母艦を保有することについて、中国や韓国など近隣国の批判が相次いだのはもちろんのこと、国内のコンセンサスもまだ十分に取れていなかったぜ。そのため、大隅型輸送艦で全通式の飛行甲板の導入はなんとか行ったものの、中華型の建造にあたってはもっと空母化を前提とした建造を行いたくても、市民感情や近隣国の顔色を伺いすぎて、それができなかったという実情があるんだよな。実際、中華型の建造にあたっては、3つの艦隊の設計案が用意されていたようで、批判的な諸外国や国民感情への反応を見つつ、プロジェクトが推進されたというのが実情のようだね。一つ目の案は、既存の護衛艦はルナ型白根型と同様に、艦後部へ大型の飛行甲板を設置するもの。なんだかかつての航空戦艦伊勢日向を彷彿とさせるね。これでもかなりの抵抗があったようだぜ。二つ目の案は、艦中央部に置かれた艦橋を挟んで前後に区切られた飛行甲板を持つもの。中途半端感が否めないとして却下されたようだが、誰が考えてもシンプルに全通式の甲板でいいじゃないか、その言葉が言い出せなかった当時の状況が十分にわかるよな。結果的に日向は、全通式飛行甲板の採用が選択され、回転翼機に限定されるとはいえども、運用においても合理的でかつ効率に優れたスタイルを手に入れることになったんだけど、その後の出雲型へとつながる実績を作ってくれたことは、ぜひ記憶に留めておきたいと思うよ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。インタファクス通信が2022年3月10日にロシア国防省の公式発表として報じたところによると、2022年3月10日にロシア軍東部軍管区レイカの部隊が、千島列島において S-300 地対空ミサイルシステムを用いた実弾発射演習を実施したらしいんだ。この千島列島、ロシアでいうところのクリル諸島は、北方から押し寄せる米軍を迎え撃つ重要なロシア本土防衛ラインの一つだな。だからこそ、北方領土を含む千島列島の各島々には地対空ミサイルや地対艦ミサイルを有する守備隊が配備されているってわけだね。そういうことだね。さて今回は、ロシア軍による千島列島などでの大規模演習についてと、ロシア軍が保有する S-300 について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。今回、ロシアのウクライナ侵攻に呼応する形で実施された極東での大規模演習では、領空侵犯機に対して S-300 地対空ミサイルシステムを用いた迎撃を想定して防空演習が行われたとされており、ロシア国防省の発表によれば、領空侵犯機役の目標を全機撃墜したとし、その防空演習の成果を強調しているよ。今回の大規模演習では、ロシア海軍からも多数の艦艇が参加していたとされ、3月上旬から中旬にかけて、日本の津軽海峡や宗谷海峡にも多数のロシア海軍艦艇が航行しているのが確認されており、日本政府としても今回の大規模演習に対しては、ロシアへ外交ルートを通じて遺憾の意を示しているけど、
ロシアとしては、日本に対して、今回の演習によってロシアからの軍事的な脅威を改めて認識させれば良いため、過剰な反応はロシアを利することになるため、日本としては、今回のように遺憾の意を示し、粛々と対応するのが良いのであろうと思われるんだ。実際問題、今回の防空演習で使用された S-300 地対空ミサイルは、日本の脅威となりうるの？そもそも、この S-300 は、1970年代に旧ソ連によって開発された長距離地対空ミサイルシステムであり、様々な派生型も存在する旧ソ連圏では最も代表的なエリア防空を担う対空ミサイルシステムのことなんだ。米国の対空ミサイルシステムであれば、スタンダード長距離艦対空ミサイルシステムが S-300 に相当するミサイルとなるよ。NATO でのコードネームは、初期生産型の S-300P であれば、SA-10A グランブル、弾道ミサイル迎撃型の S-300V であれば、SA-12A グラディエーター、SA-12B ジャイアントなどと呼ばれているんだ。また、S-300P を艦載化した S-300F ホールトは、NATO では SAN-6 と呼称されており、1970年代半ばに S-300P が実戦配備されて以降、順次改良や派生型の開発が進められており、S-300 ファミリーとされるその形式は、大きく艦載型の S-300F 系列、地上配備型の S-300P 系列、弾道ミサイル迎撃型の S-300V 系列の3つに分けることができるよ。しかしながら、それぞれの形式の S-300 は、同じ S-300 との名は冠しているものの、特に米国の準中距離弾道ミサイル MGM-31 パーシングミを迎撃するために開発された S-300V については、他の S-300 の系譜とは全く異なる設計となっているんだよな。そうそう。担当した旧ソ連の設計局もそれぞれ異なっており、S-300P はアルマズ設計局、S-300F はアルテアー設計局、S-300V はアンティ設計局がそれぞれ開発を担当しており、より S-300 の系譜を複雑にしてしまっているみたい。S-300 系列の採用国としては、旧東側諸国を中心にイランやエジプト、ベネズエラなど、多くの国で導入されており、現在進行中のロシアのウクライナ侵攻では、ウクライナが実戦で S-300P を用いてロシア空軍の航空機を撃墜する戦果を上げているんだ。日本周辺においても2020年12月1日、ロシアの国防省系列のテレビ局スベズダが報じたところによると、北方領土の択捉島に射程が 400km に達する S-300V4 が配備されたとしており、ロシア軍による北方領土の実効支配の強化が一層進められているんだよね。そして、現在では S-300 の後継として、その改良型である S-400 が開発されているんだ。この S-400 トリウムフロシア語で大勝利の絵。長距離地対空ミサイルシステム NATO コードネーム SA-21 グラウラーは、長射程かつ同時多目標への追跡迎撃が可能なシステムとなっており、従来の S-300P 系列と比べても格段に防空能力が強化されているみたい。S-400 は、米軍が運用するパトリオットミサイルシステムと比較しても、同システムの2倍の有効射程を有しているとされており、ロシア国防省が公開した資料では、400クム先の6つの目標に対して追尾迎撃する能力を有しており、対ステルス機に対しても優れた能力を示しているとされているんだ。この S-400 は、東シベリアのバイカル湖から太平洋までを範囲とする、極東ロシア地域の防空を担うために2017年12月にウラジオストクへと配備され、その後も原子力潜水艦基地が所在するハバロフスクやユジノサハリンスクなどへ配備が進められているみたい。また、今回のロシア軍の大規模演習では、ロシア海軍の動きも活発化しているね。択捉島での防空演習が実施された後、2022年3月10日深夜から翌11日にかけて、津軽海峡の国際航路をロシア海軍太平洋艦隊に所属するウダロイ級駆逐艦など、重積が太平洋側から日本海方面へ向けて通行しているのが確認されたほか、3月14日にも別のウダロイ級駆逐艦など6隻が宗谷海峡を、オホーツク海側から日本海方面へ向けて通行しているのが確認されたんだ。今回の大規模演習には、ロシア海軍から24隻の艦艇が参加しているとされており、その艦艇の一部が演習終了後にウラジオストクなどへ帰還するために航行していたのではないかと推察されているんだよね。海上自衛隊も警戒を強めており、P-3C 哨戒機や護衛艦を向かわせ、警戒監視活動を行っているな。これらのロシア軍の行動について、ネット上では不安や懸念の声が多く寄せられており、ロシアが北海道を占拠しようとしているのではないかとの声も聞かれ、ロシアのウクライナ侵攻もあっている中で日本国民がロシアの動向に対して敏感になっていることが伺われるんだよね。しかしながら、今回のロシア軍の行動について、日本として過剰に反応することは、ロシアの思惑に乗ることになり、ロシアに利する行為であると言えるんだ。今回、
津軽海峡や宗谷海峡を通行したロシア海軍艦艇について、撮影された写真からも伺えるんだけど、そこには今では年代物であると言っても良い。1960年代に就役した旧式艦や艦隊のあちこちにサビが浮いて、整備が行き届いていないように見える艦も多数確認されているよ。潜水艦発射型巡航ミサイルを搭載可能なキロ級通常動力型潜水艦については脅威と認識しても良いんだろうけど、所詮は通常動力型潜水艦であるため、原子力潜水艦に比べれば脅威度はかなり低下するし、何よりも現在日本が保有する海上自衛隊や航空自衛隊の対処能力をもってすれば、十分に打ち勝つことができる戦力であるということが、逆に確認できたとも言えるんだよね。さらにロシア海軍太平洋艦隊で最も戦闘能力が高いであろう。太平洋艦隊機関スラバ級ミサイル巡洋艦バヤーグについても、この度のウクライナ侵攻に合わせて国会へと派遣されているため、ロシア海軍の太平洋方面での戦力は従前とは言えない状況となっているんだ。また、ウクライナ侵攻に投入するため、陶器戦に強いシベリアに駐屯する兵力から相当数の兵を引き抜いているとされており、このような状況で、ロシアが日本へ侵攻する可能性はほぼゼロに近いのではないかと推察されるよ。直近では、ロシアの国会議員による北海道の全てに対してロシアが権利を有するという発言についても、あくまでも実効性の伴わない牽制や脅しに類するものであり、日本が過剰に反応する必要はないものであろうと思われるんだ。今後、ロシアのウクライナ侵攻について、ある程度の決着を見るまでは、ロシアは周辺諸国に対して牽制する発言や行動を続けるだろうが、実効性の伴わないそれらの発言や行動に対しては、過敏になりすぎないことが肝要なのではないかと思うぜ。そして、日本として最も脅威を感じて、その動向を注意深く監視しなければならないのが中国についてだからな。そうだね。中国はロシア寄りの姿勢を示しており、北京オリンピックも終了しているから、中国がこの機に乗じて何らかのアクションを起こすことは十分に考えられる事態だからね。ロシアによる力による現状変更が結果として容認されるような事態となれば、中国も力によって台湾を併合しようとしたり、尖閣諸島を武力により奪い取ろうとすることも考えられるもんね。場合によっては、中国はロシアと共同して日本へと軍事的な圧力を加えることも想定され、ロシアと中国が南北で活動を活発化した場合、自衛隊は二正面作戦を強いられることになりかねないからな。また、中国が核兵器の使用を示唆した場合、果たして米軍は武力による軍事介入を行うのか、米国のウクライナへの対応を見ている限り、現状では疑問符すらついてしまっている状況だぜ。中国軍が尖閣諸島へ侵攻した場合、場合によっては米軍が傍観し、自衛隊単独での防衛戦闘も想定され、その場合、尖閣諸島を自衛隊だけでは守りきれない可能性もあるんだ。そのため、今からでも日本単独でも自国領を防衛できるだけの力を得る努力を行い、それをもって抑止力とすることで、中国やロシアが迂闊に日本に手出しできない環境づくりを行うことが重要だと思うよ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。それにしても本当に最近のロシアは怖いよね。ニュースで見るたびにひどくなってるからな。一日でも早く戦争が終わることを願います。ちなみに、僕たち新人なのでよろしくお願いします。これからよろしくお願いします。